スーパーリミナル。こんにちは、コキビです。スーパーリミナル第6回プレイしていこうと思います。よろしくお願いします。前回の話はなんかすごい動作が重くなってクリアするのに苦労しましたっていう記憶しかちょっとあんまり残ってないんですけど、はい。で、このアラームが、そう。一回7時になったんですけど、今見ると、3時に戻ってしまっているということで、はい、そしてこのドアを出た瞬間からもうこのちょっと暗い空間に入ってしまったという、なんだ、すごい監禁されてそうな部屋だな。これ押せるのかな。押せないですね。はい、消火器。Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. 終わるの? Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. ちょっと。どういうことよ。結局、まあ、なんかこの放送、もうなんかあんまり言ってることが、なんかなんだろう、役に立ってないというか、こっちはやっぱり開かないかな。お、上に何もないかな。こっちも、はい、何もないですね。じゃあ、この箱は持てないし、本道ですね。でんじゃ。This machine is remote control. こっから出る水がでんじゃって言ってるわけでは別にないんですね。よかったよかった。Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. にやったやつは延期だったんですよね。血だと思ってたやつが実はペンキがベタベタって塗られてて、
驚かすためにやってましたみたいな感じだったんですけど、今回のはどうかな。今のところパズル的な要素がないですね。あ、自動販売機、階段みたいなのはありますけど、触れないんですよね。なんか今までに出てきたギミックの、あの、この何、家具が出てきてはいるんですけど、あー、どれ飲もうかな。えい、ここ天井が高いから、もしかしたら、イエーイ、だからなんだっていうもう実績取ったからあんまり意味ないですね。Hypothesis: Patient was improperly oriented. Conclusion: Impossible. Reformulating. うん。何が、あの、起きてんのかっていうのは、まあ、正直なところ、全然理解ができない。進むしかなさそうですね。はい、なんかずっと似たような。道を進み続けている気がするんですが、ん？お、これな、なんだ？これ、これのなんかある？でも持てないな。ここになんか持ってきて置いたらなんか入るかもしれないと思ったんですが、その肝心の持てるものが何もないですね。Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. え？破壊されました。そうですか。いやー、大変ですね。としか言えないっていう。でもこれ、自分が夢の中に閉じ込められていったとして、そこから抜け出そうって
と、周りの人がびっくりした手を出してるっていう Instruction: Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Goodbye. エレベーターが壁だったっていう、ドア閉まってる。まだ開始して10分ですね。もう一回行くか。3時、あれ同じですね。これ、これ止めたら、ドアが開くんだ。ここは、スイート B。ってことは F。向こうではなくって、またこっちからやってくみたいですね。こっから、確か、映画館みたいなとこに行けたんだけど、今回は、こっちに、もうびっくりする。行くしかないですね。この辺変わりないんですよね。何かないのかな。何が起きた？バグじゃないよね。バグじゃなくて、このドアが開く瞬間を見れない。今のバグじゃなくて戻されたのかな。これ一旦出て、こっちに行くと見せかけて、また戻る。なんかあるわけでもないので、やっぱり行くしかなさそうなので行きます。はい、どうなってるんだ？戻される？そうなると、これ押さずに何かするのかな？ここで例えば、よいしょ、寝ちゃうとか、これ、上向いてるだけ。見えないな。一瞬で今、ここの明かりがパッて出たから、ドアも一瞬で開いてますね、きっと。だんだん早くなってきた。何？またちょっと、あれなの？ホラーっぽいんですけど、ちょっと。ホラーはやめてほしいな。何？なんか操作がおかしい。ジャンプ、ジャンプ。
これ壁に立ってますね。なんだ、騙しか？これは騙しだ。わかっちゃってんだろ。こうやって、なんか操作がおかしい。どうしよう。みたいに混乱させようとしているな。わかってるんだぞ。ほんで、ちょっと待って、こうでしょ？こうで、もう触れるとこ特にないから、やっぱり、こっから飛び降りるしかなさそうですね。ああ、怖い。暗いよ、怖いよ。はい。はい。降りました。こうすると、はい。ここどこ？ああ、すごい。でもトリックアートとしてはすごいなんか、ああ、いいですね、これ。もう、すごい。こう見るとどうなってる？こんな押し、物置の隅っこにこんなもの作って。これはなんか、体育館みたいな感じの、場所に、特に触れるものはないから、ダイエットソーダがいっぱいある。もう触れないですね。あ、包丁だ。そして何か、アラームが聞こえますね。これなんでもなさそう。アラームあそこにある。でもちょっと待ってね。これは、料理教室とか、なんかオリエンテーリング的なことをしていたのかな。手紙？字がちっちゃくて読めない。あ、消火器。うわ、止めていいのかな？ああ、戻された。ああ、もうちょっとよく見とけばよかった。ああ、失敗したな。しょうがない。進みましょう。壁になってる。ちょっと違う感じの、部屋に、何もない。そして、あ、ちょっと待って、ゾンビとか来ないよね。閉じ込められて、こう、振り返ったら後ろから、うわーって、襲いかかってきたりするような、意味かはやめてくださいね。やだ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 。ちょっと、なんか聞こえるんだ。怖い怖い怖い。ドア閉めて、ドア閉めて。ギミック解き明かしてやったぜみたいなちょっと雰囲気からまたちょっと助けて助かる。ブーンブーン言ってる。
かさ、真っ白い顔のあのお化けみたいなやつが、血を流した女の人みたいな顔のドアアップがバーンって出てきたら、ちょっと叫んで気絶する自信があるんですけど。あれ、何もないな。あれ、ちょっと待って、今ちょっと。あ、これ何すればいいの？これを、こっちに持っていく意味があんまりない気もするけど、これ多分、どうすんだっけ？こうして、これを大きくしてここに入れってことなんですよね。ちょっと音楽が怖いから早くやりたいんですけど。これでいいのかな？あ、なんか見えると思ったけど、これは壁紙だ。空、よいしょ。あらららら、戻れなくなりましたね。して、なるほど。ちょっと音楽が怖いので、雰囲気がちょっと怖いな。あ、またここかな。ラジカセ、久しぶりに。はい。My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnoscope Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. やっぱ治療してるんですかね、この主人公。ではない。では何もないな。こういうスイッチ類も特に何もないし、触れるものってあんまりないんですよね。もう火災報知器ずっとパチ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 つけまくってますけど。はい、またなんだろう、さっきまでの緊急なんたら破壊プロトコルとか言って、おお、なに
で重力が急に変換されました。まあこれ今こうなってるから登れないですよね。あ、ちょっと待って、チェックも怖いんで、ちょっとドリームソーダをドリームソーダちょっと落ち着きたいので、あ下に行ってしまった。これはこっちに行くのが正しいのか、こっちに行くのが正しいのか、どっちでしょう。何かちょっと光って見えるんですけど、なんか音が聞こえる。なんか見えるけど、触れないんですよ。なんだこれは。あれ、こっちが正解ルートかな。テレビ、これ懐かしい。これこっち行ったら落ちるの？落ちるの？あ、いや壁だ。テレビだったから、あれやっぱこっち正解なのかな。え、復活。あれ、あれ、ここ最初の場所だ。やっぱこっち行くしかないの。実績みたいなのなかったよな。はい、謎空間。怖い。これ持って、おお。そしたらここに行けってことですよね。これを、あ、この下もある。ちょっと待って、あ、そういうわけではない。角度が
急すぎて登れないな。こうしてしいですね。お、ラジカセがあります。他には何もないですね。はい、博士。Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. さっきの部屋が縦になってたことを言ってるんですかね。それとも、これからこの視点を変えてっていうのがヒントになるのかな。まあすごい、ここもこんな感じのあれ、あのね、横の視点とか言って、あー、よいしょよいしょ、いや、こうか。じゃあ暗い、なんかある、なんかある、なんかあるけど、なんだろう
わからないもの。こっちに進めばいいとは思うんですが、ここには何もなさそうですね。しょうがない、こっち行こう。はい。はい。よいしょ。お、なんか変な、あ、これはもしかしてまたあの、例のギミックですね。あー、すごい、壁を歩いてる気分。これ、あー、怖っ。面白いけど。あー、うわー、何が起きた。あー、穴開いてたんだ。いろいろ調べる前に進んじゃうっていうのはちょっとあれですね。後でまたになんか2周目とかやりたくなっちゃいますね。ああ、ちょっとされましたね。なんかいつもの感じで上からこう落として大きくしようと思ったら、まあそうですね、今までのそのパズルで解こうとするとなんかこうなんかそれすらも騙してくるみたいな考え方。いやー、面白い。びっくりはしました。ホワイトボードに何も、もう書いてないんですね。あ、エレベーターだ、ここ。クリア。いやー、面白かった、今のは。あれ？クリアじゃないの？あ、続きがある。はい、いきます。なんかもうこの動画終わりかなと思って終わらせる準備を始めようかなと思ったんですけど、そうではなくそれすらも騙してくるという、わあ、いやいや、デッドエンドはやめて。ここなんか上にあるような気もするけど、気のせいかな。持てそうなもんないしな。あ、何もなさそう。はい、お、何にもないな。非常口こっちって言われてるけど何にもないんですけど。もしかしたらここで
の、待って、ノットって書いてあるんですけど、ノットパーセプションイズノットリアリティ、またこれに来てますけど、さっきはこれが右だったので、はい、ここは入れないですね。まあ、こっち行くしかなさそう。なんか騙されないようにちょっとずつ進んでるんですけど、結局騙されるっていうね。ここでピンって行ったら戻るとかある？実はここ穴開いてるとか、ない、ないか。じゃあ行きましょう。はい。はい。またホール2ですね。ループじゃないよね、これ。なんかこの辺のこう、はい。なんで？なんか正直理屈は分かんなかったんですけど、いけたみたいですね。ここの非常口の光ってる矢印の逆の方にこう視点をビッて動かしたら、進めたみたいな印象だったんですが、それで合ってるのかな。しないですよね。こうなって、で、あの上になんかある。
ちょ、サイコロ、ひ、ああ、なぜこっちに？不思議すぎる。とりあえず、これちょっと上行ってみたいですよね。なので、これを、ちょっと大きすぎたか？はい。いや、いけるいける。よいしょ。で、これを、ここ登るにはちょっと大きさあんまり大きくすぎるとなんかすごいブルブルブルっていった。ここ登れないと思うんですよね。良さそうですけど、何かまた罠がありそうですね。Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. ちょっと待って、あれちょっと。さっき持てたのに持てなくなっちゃったんですけど、ちょっと持てるようになって、なんかものすごいわけのわからない状態になってしまった。持てるのと違うんすか？ちょっと。あ、キーマが。ほら、いや。よしよしよし。素晴らしい。はい。この穴は、に入る前に、この上には何もないので、入ります。今上に行けたな。
ここ見たことあるような気がしますけど。どっちに行くのが正解かな。いや、こっち行き止まり。行き止まりではな。行き止まりだ。しかし、ここにあるものは、何かを書く。これ何なんですかね。何かの実績なのかな。はい、これはこうして、よいしょ。なんかだんだん戻ってきているような気はしますが、どうでしょう。あれ、ドアがない。この先何が、びっくりした。ちょっと、何か突拍子もないことがこう、今もそうなんですけど、出口らしきものが今見えてたのに。なんだ、何にもなかった。これまた持ったら、持てないや。こっち外れかな。こっち向かって、ピピピー言ってますね。なんだこりゃ。なんだこりゃ。しまった、向こうが。でも、
持ってるものがないから、ここ結局登れないっていうことで終わりそうですね。わあ。これは。あ、ここに矢印あるけど。Sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. でも何にも見つからないや。お、開いた。あー、椅子が何か変わった。すごい。今確実に椅子ここにあったと思うんですけど。あー。これ、ゴールかな？お、なんだ、なんだ、これは。出ます。あ、何にもない。ちょっと待って、これどこ？ちょっとなんか、今すごい嫌な、嫌な予感が。あ。絵になった。絵になったよね、今。なったなった。これも、あるとき多分絵になるよね。ほら、なったなった。そして、わー、目がおかしくなる。多分これも、どっかの時点で絵になって、おー、あー、三面絵になった。ってことは、このまま行くと、ここも絵になって、はい、絵になった。そして、あー、なんかできた。あー、何か音が聞こえます。ちょっと待って、こっちを見て。部屋だ。はい、止めます。終わりか？勝ったのかな？勝った？勝った？The level is loading right now。 これローディングのバリエーションかな？
そしてまた目覚めましたが、なるほど。まだ続くのですね、きっと。いやー、なんかあの外の風景が出てきた時に終わりかと思ったんですが、どうやらまだ先があるようなので、今回の、今回は1時間過ぎてしまっているので、ここで終わりにします。はい、じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。